さあ時刻は8時13分を回っています。続いてはスペシャルクロスです。今日のテーマはこちら。いつもは東京のさまざまな外国人を取材していますが、はい、先週お伝えしきれなかったので今回も京都外国人百景です。先月京都で4日間にわたってフォトグラファー向けの国際的なイベントが開かれました。番組は おなじみのゲッティイメージズジャパン主催で写真業界の最新トレンドやニーズを学ぶため多くの外国人が参加しました。女優の有村架純さんも登場しますよ。写真あるんですね。はい、ご覧ください。皆さん、はじめまして。モーニングクロス京都支部の片山由紀です。今回は私がリポートさせていただきます。はい、新たな新リポーターはフレッシュな19歳、テレビやミュージックビデオで活躍している女優の片山由紀さん。顎がちっちゃいね。で今回取材で訪れたのは西の湯京都大学。早速中に入ってみると、外国人さんが多いですね。そうですね。ちょっと自然に声がちっちゃくなっちゃうんですけど、緊張しちゃうよね。これは2005年から世界各国で開催されてきたフォトグラファーのためのイベント。世界デビューを目指すフォトグラファーたちに実践的なプログラムが用意されています。そうなんだ。でも勉強になりそう。 You can actually submit images on your iPhone 6 or whichever phone that you're actually shooting from. Just work with what you have until you work out what sells for you.去年5月このイベントを主催するゲッティイメージズジャパンは一般ユーザーによるストックフォトサイトアイストックのサービスを本格展開。 iPhone で素人が撮った写真でも売れるといいます。 Try and avoid using flash, especially front facing flash, and try and work with natural light wherever you can. That's a global visual trend that our customers are looking for natural light.セミナー会場では真剣にメモを取る外国人たちの姿が。京都に住んでる芸術家ちょっとなんか視点が狭、なんか狭くなる。お寺とかわびさびとかそんなばっかり撮ってしまうし、日常生活も売れるよと聞いたら、なるほど、やっぱり当たり前のことをもうちょっと大切にしなあかんなと思って、それはすごく勉強になりました。素晴らしいですね。続いてはこちらにやってきました、シオンジさんですね。でさあ、セミナーを受けた後はワークショップ。世界19カ国からプロとアマチュアのフォトグラファーが参加して実践的な撮影がスタート。So everyone try and get the full picture in there. Just keep on moving around. It just feels very, very static at the moment, so you're not going to get a real kind of moment. と皆さん真剣そのもの。アマチュアフォトグラファーは考え方が変わったそうで。No, nothing technical. More ideas. How to what photos they want. What doesn't sell. What does sell.こうしたイベントは新人フォトグラファー発掘のチャンスにもなっているそうです。今の日本を表したあの写真とかあの映像が非常にあの需要があのすごく伸びてきてるんですね。今回のイベントで撮った写真がどん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 あのアイストックのサイトにアップロードされていって、あのまあ今後世界的に売れていくことを期待しています。そして貴重な本堂の中で行われた撮影には女優の有村架純さんがスペシャルゲストとして参加。今週末公開の映画夏海のホタルで写真家を目指す大学生を演じている有村さん。なるほどですね。フォトグラファーとしてどんどん自分の撮りたい場所へ。裸足で縁側の外まで降りて撮った写真は、どうですか。庭園の穏やかな雰囲気とカップルを収めた一枚。この写真を撮った狙いを聞いてみました。今日はあのテーマがあったので、心でこう旅をするっていう、写真を見てる人がこう旅を写真を見て一緒にできるような写真を撮るっていうことで撮影してました。イベントに参加した感想をお願いします。
今回こういうイベントがあるっていうことを初めて知って、うん、こうやって世界のフォトグラファーの方たちが写真を撮って、でその写真がもしかしたら広告に使われたりする場合もあるっていうことを知って、うん、なんかすごい夢のあるイベントだなって思いましたね。モーニングクロスをご覧の皆さん、有村架純です。今回のイベントで、撮らせていただいた私の写真がゲッティイメージズのアイストックのサイトで公開になりますので、もし気になりましたら見ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。有村さんの写真はゲッティイメージズが運転するストックフォトサイトアイストックで近日公開予定です。さらに取材を続けていると現場ではこんなハプニングが。来た来た、おー、来た。すごいしたから。なんと片山リポーターがモデルになっちゃいました。すごいね。こうして世界中から集まったフォトグラファーによってさまざまな作品が生まれていました。いや、ゲッティの非常にクオリティを支えているそのディレクター、フォトグラファーたちが教えてくれるっていうのは相当いいし、本当にね、クロスのカメラマンに教えてあげたい。なんで有村純香さん逆光なんだと。確かに顔見たいんだと。そうですよ、ね、本当に。まあ、こちらですね、ゲッティイメージズの審査を通過すれば販売者としての写真など、はい、コンテンツを売ることが誰でもできますが、この審査がちょっと難しいそうなので、ぜひぜひチャレンジしてみてください。腕を競い合っていきましょう。はい、以上、東京外国人百景でした。